はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国立志伝ですね、織田信忠でのプレー続きをやっていきましょう。前回までにですね、信長が死んだ後、信忠がですね、その織田家を引き継ぐという形で、その織田家の継承をしているんですが、家康はじめ、家中も乱れていたという状況から一転ですね、攻勢に転じるというところで、今筒井攻めですね、すでに柴田勝家は倒したというところで、今後はですね、畿内の統一に向けて兵を集中させていきたいなと思うんですが、ご覧の通りですね、今ちょうど出ているのが、青い丸が自分の自勢力ですね。でそれ以外が敵勢力というところなんですが、織田家見ての通り、ちょっとね、周りを敵に囲まれていて、かつ兵力もちょっと不足しているという状況ですので、まずはきっちりと防衛できるように城を増改築した上で筒井攻めをやっていこうかなと思ってます。では早速続きをやっていきましょう。今は稲葉一徹を攻めてるんだな。一徹はまあこのまま行けば落とせるでしょうというところかな。では送っていきましょう。カズマスか。カズマスは欲しいですね。もちろん登用していきましょう。まあ家康、北条、この辺りがどう動いてくるかというのと、あとやっぱり西は毛利ですね。この辺りがかなりの大勢力になっているので、この辺りをねきっちりと追い返さないとまずい感じになってきますよね。島峰に29人も入ってるな。まあ、島峰がじゃあ森長吉、牛一、あと木曽義政、木曽義政は島峰に置いといた方がいいかな。そうすると、あと政治の高い武将をちょっと入れておきましょうか。増田長盛よりかは楠木正虎あたりを入れておきましょう。この3人で清須を任せます。であとは、一門衆をその入れて国主クラスにしておいたらどうかという話があったんで、信孝いたり、この辺りになるのかな。織田家となると、信秀の四男かっていうことは、弟になるのかな、信長の。今でも軍団長クラスになってますよね。まあ配下にどれくらいいるかというのは置いといて、で、あとは軍団長にしとくのがいいのか、信長の次男信孝どうしよう。今いる信勝ですね、ごめんなさい、信勝、あと田丸直政、小作り友政、あと滝川和俊、この辺りが今配下にいるという感じか。で信孝がいてなんで、そうだな、今信勝は軍団長なのかな。ちょっともう一回見させてくださいね。今城主かなら、信勝をちょっと移動させましょうか。
ただそのためには軍団を一度解散しなきゃいけないかな。ここでちょっとじゃあ軍団を一度解散させて、一度軍団を整理しましょう。でその上で、何、信勝が動かせない。なぜ信勝が動かせないかというと、なんだろう、なんか理由があるのかな。ちょっと確認しましょうか。今したかったのが、ここにいる信勝をこの南信濃方面派遣したかったんですが、それがちょっとできない感じか。そうか、転覆させなきゃいけないんだな。であれば、配置換えをしましょう。信勝をこの岐阜城へと移しますか。ちょっと待ってくださいね。今いるのが地行で、信勝家を募集し、逆に岐阜城を与えると。これでどうでしょう。ちょっと様子見てみましょうか。これで岐阜城が信勝に移るでしょうというところだね。ん、待って、信勝が移ってないね。これはちょっともう一回ごめんなさい、やらせてください。そうすると信勝を募集し、この辺りを与えましょうか。これでどう？数をしてあげたわけだ。いいね。で、あとは一門衆っていう意味で言うとどれくらいがいるかだね。この辺りはね、もうきっちりやっとくときにやっとかないと面倒なことになりますからね。で信忠がいて、信純もいるのね。信純ってちょっと聞いたことないけど、ちょっと彼も見ときますか。城主武将で信勝の子か。なるほど。っていうことは、どうしようかな。信純をどこに派遣するかだな。信純をちょっと北陸方面に移しますか。北の庄あたりと勝山、さらには朝倉山、このあたりの城を与えてちょっと頑張ってもらいましょう。でこれで軍団を新設していきます。まずは彼にはこの一帯を収めてもらいましょう。
り弓木とかこの辺りはまあほっといてもいいかなって感じもするんで、ちょっととりあえず秀吉にはここで攻略目標はまあ山内あたりかな。まずはでさらに軍団をどんどん作っていきましょう。で攻略は茎を下かをちょっと狙ってもらえますか。でさらに、信雄はこの辺りをまあ終わりですよね、終わりを収めてもらい、滝川増重隊をちょっと殲滅してもらいましょう。まあこんなところかな。あと信孝か、信孝はじゃあ機内をちょっと一円を任せて、御所は自ら抑えたいですよね。で蒲生をちょっと攻めてもらえますか。安土城の喉元で邪魔くさかったですからね。でせっかくなんでちょっとこの辺りで任命とかもやっておきましょうか。城主として独立させる、ただこれはまだ早いかとなると、あとは細川藤鷹あたりには家康の抑えとして頑張ってもらいいという感じかな。よし、じゃあちょっとね前置き長くなりましたが、これでやっていきましょう。でそうすると直轄が御所、あとは清水山、沢山、そして安土、この辺りが今直轄になってますね。なのでこの4つの直轄をうまく使いながら、味方の軍団がねスムーズに戦えるように支援をしていきましょう。これでじゃあ早速ですねやっていきましょうか。軍団長クラスはすべて織田で固めたと。まあちょっと信孝と、そういう意味で言うとこの信兼が近いところにいるので、信兼をちょっと移しますか。まあいいか、そのうちおいおい城が増えてきたら移しましょう。今ねちょっとこの信兼と信孝がかなり近いところで攻め合ってるんですが、これは機内を統一したらどちらかを移していくという感じにしましょう。よし、では進めていきます。金森長近あたりが落とせればいいんですけどね。今上杉も結構攻勢に出てきてるので、この安藤森綱ここをね早く落としちゃった方がいいかなって感じもしますね。ですのでここは兵を一気にこの安藤森綱討伐に向かわせましょう。あ、そうか、人がいないところが何個か出ちゃってんだな。となると桐山御所とかに安土城から適当にもうここは人を持っていきましょう。安土城にね大量に人いますからね今。赤座義家とかね、この辺りをどん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 派遣していきましょう。勝利秀勝、この辺りを入れていきます。であとはこの清水山にも人がいないので、沢山とかも12人もいらないからな。こんなところでどうかな。これで配属関係は一通り終わっていましたね。あとは城の修復はねやっておかないと心配なのでやっておきます。
で、ちょっとね、内政ばっかりやって退屈させてしまって申し訳ないんですが、このあたりをしっかりやっておけば、後々楽になるので、もうちょっとだけお付き合いください。よし、こんなところかな。では、安土盛綱隊の攻略に入っていきましょう。で、ここは浮田と戦闘中か。浮田に対しては、少なくともこの三井市場は守りたいですよね。で、浮田秀家もできれば倒しておきたいなという気もするんで、今秀吉がいて信勝信孝、まあ、この辺りか、まあ、じゃあこれでちょっと一旦進めていきましょう。木曽福島城に1万7500か。これは徳川方だな。木曽福島城に1万7500。かなりの大舞台になってますね。木曽福島に1万7500ね。ちょっとこれは厳しいけど、木曽福島城に援軍を送っていくしかないからな。家康もよくこんだけ展開できるよね、兵を。で、信忠を木曽福島に派遣しましょう。このままだとちょっとやられてしまいそうなので、他清須は人出せないよね今。となると島峰からも後々人を出していくしかないかな。ちょっとこれで様子を見ましょう。城が取り囲まれました。囲まれたってどこが囲まれたんだ。くぅ、朝倉山が落とされるのか。で、敵の数は3400か。さらに1000足してって感じだね。結構厳しい戦いが続くな。まずは堀秀政3000を朝倉山城の救出に向かわせましょう。で、信澄は1300、信澄も向かわせましょうか。お見せしましょう。これ多方面で戦う羽目になるんで結構神経使いますね。今朝倉山城とこの勝山城、さらに木曽福島城が狙われていて、西の方では今浮田秀家隊と激突中という感じになってますね。よし、では進めていきます。我が方の城包囲されました。そうだよね、勝山城も囲まれてるよね。北の城にまだ人が入ってないか。勝山城は取られたくないんで、信澄をとりあえず北の城に移しましょう。かしこまりました。何？ここに来て徳川の援軍が稲葉一徹に入ってるか。我が戦お見せしましょう。これはどうしても稲葉一徹ここで葬っておきたいので、ちょっと軍勢を繰り出していきたいところなんですが、いかんせんちょっと兵力が足りてないね。どうしようかな。動かせないですね。今いる現存兵力でしのぐにはまず島峰から出してる細川藤高、ここも厳しいね。みんな我に続け。渡辺盛綱隊をまず信忠と攻撃しましょう。で、
榊原康政はじめこの合計8000ぐらいが迫ってる感じか。いやー厳しいな、見れば見るほど。家康がねかなりこれ展開してきてるんだよね。侵入を許してしまってる感じですよね。かといって他に援軍が出せるところといえばこの紀伊半島近辺か。もうここはなんていうのかな、あまり後先考えずとにもかくにも防衛戦に徹するしかないかな。筒井攻略なんてちょっと夢のまた夢だな。みんな遅れるな。とりあえず北陸方面がかなり厳しい戦いになりますね。あとは木曽福島、まずここで一回開戦して、この渡辺守綱を葬り、榊原康政、保科正俊、この辺りの軍勢も退けないといけないですよね。で、井伊直政5700か、これに忠興3000でどこまで抗えるかだな。で、あとは朝倉山が危ないな、本当に。織秀政を急いで動かしましょう。で、織田信澄を勝山城へ。北の城にまだ人が入ってないな。勝家が配下に加わりましたね。表情を始めます。報告では先月の、ここで配属で北の省に人が入れられないんだよね。なるほど。ってことは与力として安土城から勝家あたりを入れていきましょう。これで北の城に勝家が入れば多少マシになるかな。細川藤高がいて、秀吉のところには武将が48、潤沢にいますね。で、信峰のところには武将が3人か。信高は武将6、まあ、この辺りは正直いいといえばいいけど、堀秀政が5、細川藤高が3、信雄が10、まあ、ちょっとこの辺りが人が少ないですね。なので与力として人を与えていきましょう。まず信峰のところには安土から何人か入れ、さらに細川藤高のところにも人を入れていかないと、ちょっとこれに気づくの遅かったんで、どうだろう、防衛できるかな。今戦に巻き込まれてるので無理と言われたか。じゃあ不破光晴あたりを隣の城に入れておきましょう。これで多少マシになったかな。信雄も入ってるし、よし、じゃあこれで戦っていきましょう。朝倉山が落とされる可能性が非常に高いな。数が4000で味方が3000、朝倉山に800で、勝山城の方には合計4000ぐらいで信澄1200で、岩村城には信忠がいて藤高もいる。なんとかなりそうだな。
で木曽福島には井伊直政5700に対して木曽福島の城兵1500と忠興3000。問題はこの辺りだよね。尾張一帯に結構な家康の軍勢が入り込んでますからね。これをちょっと駆逐しないと。出陣するぞ。しかも弱いからね、織田の家中は。家康の配下は今見てもらった通り、忠勝はじめかなり盛況な軍団が揃ってますからね。清水山からも兵を出しましょう。出陣します。もうね、出せるところに兵をこうどん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 繰り出していかないと。そうかそうか、なるほど。でさらにこういったところにも人を入れていかないといけないんだな。0人になってるところはちょっとまずいですもんね。どう考えても0人になってるところはなくすようにしましょう。今更かっていうのもあるんですけど、北の城には人を入れて、勝山城も人いないのか、朝倉山城にも人いないって。今戦に巻き込まれてるもんね。ちょっとこの辺りの資料が浅かったというか。助立ちいたす。迂回させてもいいんだけど、まずいな。一気に徳川に侵攻されるな、これは。このままだとどうしましょう。全部の拠点を防衛するのは難しい可能性があるので、ちょっと防衛するポイントを絞っていきますか。尾張を徳川に取られるのだけは避けたいので、尾張を最優先で防衛していきましょうか。とはいえだな、北条も来てるのか。北条も来てる、なるほど。となるとちょっとここで和解をした方がいいかな。一度徳川と一度和解をするっていうのをちょっと検討しましょう。で徳川と和解したら尾張にいる兵力を一旦収めることができるので、ちょっと一旦この後不甲斐ないんですが徳川と和解します。いろいろやられた挙句和解すんのかいというのはあるんですが、ちょっとね、皆さんのご意見も伺いながら次回ちょっと和解をねするっていうのを前提にプレイの方していきたいと思います。というところで一旦終了したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。